私の仲間は、メカニコです。リピタートです。拍手をお願いします。あれ、私はプロフェッサー。高橋です。ありがとう。私はこの素晴らしい機械を発明しました。だから探知機です。だからをゲットするから、だからゲッティと呼んでいます。初めて見た博士、何言ってるの。あれ一緒に作ったでしょ。すごいな。思い出して、ああ、そうだった、そうだった。よっ。動かしてみましょう。これを使って、テソロを探します。テソロ、スペイン語ですか？スペイン語ですね。何です？テソロは日本語で大宝です。すごい。デモンストレーションしましょう。もちろん。座りましょう。座る？呼ばれちゃった。え？なんか、あれ大丈夫、バッテリーをチェックして。はい、博士頭がいい。すみません、ちょっと待ってください。問題があります。バッテリー切れ。マジですか？どうしよう、どうしよう。大丈夫、大丈夫、あれ腕が必要。三好寝てる力がある。取り出して、任せて。取り出した。面白かった。あれ今しても出てください。あれバッテリーじゃないディアボロです。これは違う。これはバッテリーです。バッテリー、いや、このディアボロ、このバッテリーで充電します。いや、これ見たい。でも、もっと揺れが必要。君も手伝って。はい。よし、おいで。発明用意だ。早くお願いします。やりたい。じゃあ、バッテリーのレベルチェックしよう。せーの。じゃあ、充電しましょう。チェックして。やった！大成功！こいつらとんでもない金持ちなのか。もっと
私たちは決して怪しいものではございません。我々はスペインを巡って隠された財宝を探しているお宝探し隊です。まず紹介するのはもちろん私のガールフレンドエリア・エスミン・ボーン。さて他のメンバーを紹介します。あちらから占い棒担当ウン・パオ・マヒコ、宝のチーズ担当カルトグラフ、ナビゲーション担当ピオト、すでに皆さんご存知の天才博士プロフェソー、あのチーズコースターアイアンブルも開発したよ。そして整備担当メカニコ、どう見ても完璧なチームでしょ。さて、いい人材も大切だけど、今日は特別幸運なラッキーデイ。ラマンチャの間にある森、私ならわかるわ。
あった一本ザクロの木。よし、私が見つける。オートラベース大移動。さあ、目指せ森の中の宝物。Stop!
真実の宝は信じれば簡単に手に入る。さっきから調子が悪いから、今日のところは占い棒に運をかけよう。博士がそこまで言うなら、そうしよう。占い棒は昔から頼りになる。お待ちの練習しましょう。
いつも立ってたのに、なぜ気がつかなかったんだ。やっとわかったぞ、真実の宝の意味が。真実の宝は目に見えないのさ。なぜなら、それが心の中にあるからさ。さすがボスだ。いやいや、ここにいるみんなで導いた答えだよ。ぜひ行ってみてください。楽しいですよ。それではアディオス。